理論上失敗なんて世の中には存在しないという話です。失敗なんかしないから挑戦してください。特別ゲストをご紹介させていただきます。皆様スクリーンにご注目ください。どうもよろしくお願いします。西野です。すみません。お座りください。すみません、突然出てきて。社会出るわけですよね、ここから皆さん。で、社会出たら当然、なんていうんですか、コミュニケーションみたいなのを取らなきゃいけない。コミュニケーションって一体本質何なのかっていうと、自分が喋りたいっていうことよりも、相手が何を求めてるかっていうことを、事前にこう察してですね、多分あの人はこういうことを言ってほしいんじゃないかなとか、こういうリアクションをしたら相手の人すごく喜ぶんじゃないかなっていう、空気を読みながら、生きていかなきゃいけないことはもう分かりますよね、大体雰囲気は。でだ、今オープニング映像でなんかすごい、なんか大スターが出てくるみたいな感じですごく煽ってくださって、現代の革命家が出るぞみたいな感じで煽ってくださいましたよ。そしてもうスーパースターが出るみたいな感じで煽られたもんですから、僕もやっぱりこのオープニング映像を作られた方のことを思って、ね、舞台袖からもう本当にどうもって出てくずに、なんかこうスターが出てきましたよみたいな感じでこうやって出てきたのにもかかわらず、皆様のパラパラの拍手で、これでいいのかって話なんですよ。このままでいいのか、私が求めていたのは何なのか、どういうことをしたら私はすごくテンションが上がったのか、そしてオープニング映像を作った人はどういう盛り上がりを見せたらこの場がいいんじゃないかって考えた上で、そうあの映像を作ったのかっていうのは、大体分かりますよね。でもう一つだ、もうこれもう終わるんですって、卒業式が。もうこのままもう今日この瞬間、あと10分か15分ぐらいで皆さんのこの近代の時間が終わっちゃうんですって。このまましれーっとね、卒業式のこの雰囲気しれーっと終わっちゃっていいのかっていう問題がありますよね。皆さんには2つの選択がある。パラパラの拍手でキングコング西野を迎え入れるのか、それとも全員立ち上がって、男はのぶとい声を出し、女はキャー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 黄色い声を出し、指笛鳴らせるやつは鳴らし、大いに盛り上がって、もう一回このゲストスピーカーを迎え入れるのか、この2つの選択肢があるんです。どっちだっていいですよ。僕はどっちだっていいですよ。もう皆さんの人生ですから、好きなようにしてもらっていいですよ。このまましれっと卒業式終わってしまうと僕は何の問題もないよ、いいんだよ。だけど一つ言っておく、皆さんには2つの選択肢がある。パラパラの拍手でキングコング西野を迎え入れるのか、それとも全員立ち上がって、それはスタッフの皆様もですよ、全員立ち上がってふーって言って今日終わるのか、どっちか、どっちだっていいです。というわけで、登場やり直します。もう一回いきましょう。お願いします。 VTR というわけで、ノープランで出てまいりましたキングコング西野でございます。
喋ることは決めておりません。まず今自分がどういう状況にあるかということを改めてご説明した方がいいですよね。今ちょっと紹介 VTR にもありましたが、煙突町のブベルという本が2年か3年くらいに出てです、ね、前に出て、これが結構売れてですね、映画化が決定して今映画煙突町のブベルを作ってるっていう、そういう段階でございます。で今自分はなんかこうディズニーを超えるみたいなこと言っちゃっててですね、で今のところスタッフに反対されているんですけども、この映画煙突町のプペルの公開日をですね、ディズニーアニメのこの新作の公開日の真裏にぶつけて、でドイツで勝つっていうのをやっちゃおうっていう、そういうことをやっております。じゃあだ、僕が超えなきゃいけないディズニーって一体どんなもんなんだっていうことでですね、ディズニーの収支表みたいなの見ましたよ。要はどれぐらい人を呼んでいて、どれぐらいこう興行収入を上げてるのかって見たらですね、まああいつら結構売れてるんだね。まあ知ってますよね、説明いらないですよね。ベイマックスだとかアナと雪の女王だとか売れてるんですよ。僕は来年ここに挑まなきゃいけないんですよ。でやばいな、中止を見てたら膝がもうブル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 震えたんですけど、ずっと見ているうちにですね、ディズニーアニメの弱点に私ついに気づいてですね、ジャングル系の時ちょっと弱めっていうのがあったんですよ。ここを狙おうっていう作戦ですね。そういう姑息な作戦で、エンタメで世界を取ろうとしている、そういうやつです。でじゃあ自分は個人ではどういうやつなのか、キングコングの西野昭弘ってどういうやつなのか、まあざっくり説明すると、好感度が非常に低いですね。非常に低いです。街中でキングコングの西野さんですねって声かけられたら、あどうもどうもって手出したら大丈夫ですとか言われたりする。声かけられて振られたりすることもある。で相方は、キングコングの梶原雄太君、最近はカジサックとしてですね、 YouTuber として非常に、まあ、頑張っておると、まあ、ご存知の方いらっしゃいますかね。まあ、非常に頭が悪い、アホなんだ、嫌いなんだ、ここでカジサックの悪口を言っていいですか。全然皆さんの卒業とは全く関係のないカジサックの悪口です。この間飛行機乗ったんですよ、コンビでね。でチビが僕の前に座ったんですよ。で離陸してすぐにチビが何も言わずにですよ、椅子をバーンって倒してきたんですよ。狭いですよね、大体普通倒すときね、ちょっと倒していいみたいな一言言うじゃないですか。でも何も言わずに椅子をバーンって倒してきて、僕狭かったんですよ。腹立ちましたよ。でもまあ疲れて寝るんだろうなとか思って、ちなみにね、眠ってる梶原くんの方をこうやって前の席こうやって覗いてみたらですね、チビ倒した椅子にもたれずに前の机を出してうつ伏せになって寝てたって。でここにすげえね、無駄なスペースがあるじゃないですか。私イラッとしましたよ。倒すんならもたれろだし、前の机出すんだったら椅子戻せって話じゃないですか。私イラッとして、この寝てるこのカジサックのこの頭頂部にですね、ペットボトルのこの水をですね、ちょぼ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 と1滴2滴3滴4滴5滴起きないんですよ。で6滴7滴起きないんですよ。で10滴20滴30滴ぐらいかけた時に、あいつの頭びちょびちょになって、でそれでようやくパッと起きて、濡れてる頭確認して、うわやってもうたやってもうたって言うんです。やってまいますか、ここがここならまだしもですよ。あいつはここをやってもうたって、そういう相方を持ってますよ。同期は誰かというと、トロサーモンだとかピースだとかのぶしこぶしだとか中山きんに君だとか、まあいろいろいますよね。ノンスタイルもそうですね。仲いいのはノンスタイルの石田君ですね。石田の悪口を言います。ノンスタイルの石田君ご存知ですよね、白いやつです。お正月に石田君と一緒に USJ に行ったんですよ。でお正月だから USJ 行く前に神社によってですね、おみくじ引いたんですね。でまあおみくじでいいのが出た方が悪いのが出た方にちょっと命令できることにしようみたいな、何でも言うこと聞かなきゃいけないようにしようみたいなゲーム性を持たせてやったところ、僕が大吉で石田君が大凶を引いちゃったから、もうこれは完全に僕が石田君に指示できるっていう感じになった。その状況で USJ に行きましたよ。でウォーターワールドに行ったんですよ。ご存知ですか、ウォーターワールド。なんかね700人ぐらいのこのすり鉢状のこのね客席で、まあ水上ショーですね。で行かれた方ご存知だと思うんですけど、ウォーターワールドってショーが始まる前に声出しの練習があるんですよ。こっちのチームとこっちのチームで分かれて、悪者が出てきた時にこのブーっていうこのブーの練習があるんですよ。でこの声出しで負けたチームの代表が、1人前に出てきて水をかけられるっていうなんか罰ゲームがあるんですね。私それ知ってましたから、おい石田と、お前とりあえずもう一番最前列に座れ、で僕は最高列であなたに LINE で指示を出すから、その指示通りに動きなさいよっていうね、これは言うこと聞かなきゃいけないから、おみくじのやつで言うこと聞かなきゃいけない、わ分かったって石田君が最前列に座って、僕は最後列に座って指示をね、いつ出してやろうかいつ出してやろうかって待ってた。
で声出しの練習が始まるわけですね。でブーって声出しの練習して結局僕たちがいるチームが負けたんですよ。で悪者のね声出しのこの要は仕切ってた人たちがおい負けたチームの代表一人前に出てこい水をかけてやるみたいなこと言うもんですから、あら私はこう石田君にこの LINE でね石田と今だと出ていけって言って出ていけってもう LINE を送ったんですよ。だけど石田君は普通にショーを楽しんでいて全然 LINE に気づいてないんですね。誰が出ていくんだろうみたいな感じになってる。おい石田出ていけ出ていけって LINE を何回も送るんですけど石田君もずっとドキドキして誰だろう誰だろうみたいな。そうこうしてたらこの僕のチームの、負けたチームの代表者の一見た大学生がですね僕行きますって出て行っちゃったんですよ。ね役者揃いましたよ。水かける人いますね。水かけられる大学生いますね。水かけられる大学生を抑える人がいます。で役者揃ったんですよ。このタイミングで石田君が LINE を見たんですよ。でハッと見てスーって前出て行ったんですよ。やばいですよね。ザー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 700人はザー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 してますよ。おいつ石田だノースタイルの石田だあノースタイルの石田だもう正月のねウォーターワールドがザー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 するって石田だ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 そんなことよりもなぜこのタイミングでザーザーしてるんですよ。滑ってるんですよ。石田君がずるずるに滑ってるんですよ。だってもうやることないんだもん。役者揃ってるんだよもん。でも石田君出ていきましたよ。何すんのかなと思いましたよ私ね。役者揃ってるんですよ。石田何すんだろうなと思ってずっと見てたらですね水かける人いますね。水かけられる人いますね。水かけられる人を抑える人いますね。抑える人を抑える人をした二段構えで抑える。滑ってますよ会場は。あっ石田どうどうしまったかと思ってザー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 してるんですよ。でもこのなんていうかこの罰ゲーム執行にはもうこれやらないとショーが始まらないから、仕方ないということでこの水をですねバケツに入ってる水を仕方ないからもうこれでもくらえて水をバシャーンってかけたわけですね。そしたらこのね被害に遭うはずだった大学生これ多分耳打ちされてるんでしょうね、頭を下げるんですよ。でこの押さえてた人がバシャーンってかかっちゃうっていう段取りなんですけど、この人からすると後ろに石田君がいると。ね、今のところ何の結果も出せていない石田君がいるから、これは僕が被っちゃったら石田君がこのまま滑って終わっちゃうということで、この人が本当に起点を聞かせて押さえてる人が頭をスッて下げたんですよ。そしたら石田君もスッて下がってそのまま水パシャン誰も被害が生まれた。どうするんだこれ。こんなことがありました。で私は本当に気持ちいいからこのままずっと喋っておきたいんだけど、ちょっと先生方に怒られそうだからちょっとそれっぽいいい話をして終わります。で、そうだな、一応皆さんより僕の方がちょっとだけ先輩なので、なんか偉そうに言わせてもらうと、そうだな、僕たちは例えば、今この瞬間にね、未来を変えることできないじゃないですか。10年後の未来、じゃあ今変えてくださいよってちょっと難しいですよね。未来を変えることはできないんだけれど、過去を変えることはできる。例えば、登場に失敗した過去だとか、好感度が低かった過去だとか、相方がアホだった過去だとか、ね、友達と一緒に恥をかいてしまった過去だとか、そういったことって例えば今こうやってここでこうやってネタにしたら、あのネガティブだった過去がすごくこう輝きを増して、ああちょっと登場失敗してよかったなと思えるし、好感度低くてよかったなと思えるし、相方がアホでよかったなと思えるし、まあ石田君がドジしてくれたらよかったなと思える。僕たちは未来を変えることはできないけれども過去を変えることは可能である。でね、ここから皆さん社会に出るわけでしょ。いろいろ挑戦するわけだ。じゃあ最高の仲間に会えることもあるし、最高のパートナーに会えることもあるし、最高の景色に出会えることもある。一方でまあ涙する夜もあるし、挫折もするし、傷も背負うし、言われのないバッシングを浴びることもある。まあその挑戦にはそういったネガティブな結果というのはつきもんであるということですね。でも大丈夫、その結果っていうのは間もなく過去になって、僕たちはその過去を書き換えることが可能である。失敗というのはその瞬間に止まってしまうから失敗なだけで、その失敗を受け入れてアップデートして試行錯誤して成功するまで続けてしまえば、あの時の失敗が必要であったということを、知るわけですね。つまり何が言いたいかというと、理論上失敗なんて世の中には存在しないという話です。このことを受けてね、僕が皆さんに送りたい言葉は一つだけですね。失敗なんかしないから挑戦してください。で、小さい挑戦でも、世界から鼻で笑われるような挑戦でも、皆さんにはすごく時間があるんだから、たくさん挑戦してください。で、一応絵本作家だから、絵本作家っぽい話でまとめると、横顔に自信があるんですよ、私。
絵本作家だから絵本作家っぽい話でまとめるとね、今チックタック約束の時計台という絵本を作ってる途中なんですね。どんな物語かっていうと、時計台の物語ですね。時計の物語ですね。時計ってすごく面白くて、まあ、ご存知だと思いますが、あの長針と短針があって、まあ、あいつらは1時間に1回すれ違うんですよ。重なるんですよ、まあ、1時5分で重なって、2時10分ぐらいで重なって、3時15分ぐらいで重なって、で、まあ、長針がもう1回追い抜いたと思ったら、またこう4時何分かで重なる。毎時1回は重なるようにできているんですけれど、11時台だけは重ならないの。11時台だけは単針が先に逃げ切っちゃって、その2つの針って重ならないんですよ。次に2つの針が重なるのは12時鐘が鳴る時ですね。伝えたいメッセージは何かというと、鐘が鳴る前は報われない時間があるということです。これは僕にもあったし、ここ皆さんにも必ずある人生における11時台というのは必ずある。でも大丈夫、時計の針は必ず重なる。だから挑戦してください。皆さんの挑戦がうまくいくことを願っております。頑張ってください。僕はちょっと先で待ってます。で、いつか一緒にお酒飲みましょう。卒業生の皆様、ご家族の皆様、本日はご卒業おめでとうございます。キングコング西野晃郎でした。